鹿島でも不穏なリバイス。はい、どうもニヤニーです。本日は CD 発売と同時に2番以降の歌詞やフルバージョンとテレビサイズでの違いが判明しました仮面ライダーリバイスオープニングソングリブデビルについてお話ししていきたいなと思います。この曲って今までの仮面ライダーの主題歌にはない何とも言えないこのダークな感じがあるじゃないですか。リバイス本編見てても不穏の塊っていう感じがするんですけど、2番以降の歌詞もね結構リバイス感満載な歌詞になっておりました。これをね考察要素たっぷりだと思ったんでちょっとこれ今回深掘っていきたいなと思っております。ニヤニヤチャンネル。まずこの曲の歌詞をね見ていきたいんですけれども、こちらですね1番2番ラストと大きく分けて3つに分かれると思うんですけど、これちょっとリバイス本編の1章2章最終章とリンクしてそうな気がするんですよね。最近の仮面ライダーはだいたい45話から48話ぐらいが一つのシリーズとなっているんですけども、今回の仮面ライダーリバイスでは前回放送分までの16話までが1章、次の17話から35話ぐらいまでが第2章で、36話ぐらいから最終話までが最終章という流れに、ね、なると思うんですけど、今回のこのリブデビルのフルの歌詞がなぜこの16話が終わった段階で公開されたのかをまず考えた時に、今後の展開が歌詞に含まれているネタバレになってしまうという、ね、理由が少なからずあると思ってて、セイバーの主題歌でも2番の歌詞には2章以降に登場した聖剣の名前の一部が隠れてたんですよね。孤独の黒い字で書かれた英知が時を超え語る時約束の価値を知るっていう歌詞があるんですけど、ここの英知の A は遠泳剣のろしの A で、時を超えての時は自国権開示の時があるんですよね。まあこれちょっとねこじつけ感は否めないんですけど、でまずこのリブデビルの1番の歌詞を見ていきたいんですよね。こちらです。これだけ見てもね結構ね16話までとリンクしているようにも感じるじゃないですか。まあここまではねちょっとどうでもいいんですけど、2番以降の歌詞がやっぱり重要で、2番の歌詞がねこちらなんですよ。ちょっとね日本語と英語が混ざった歌詞ってちょっと理解しにくいんで、ここからは英語部分は日本語に変換して話していきます。でまずフローチャートですよね。簡単に言えばこんな感じの〇〇診断みたいなイメージしてたら大丈夫だと思うんですけど、脳で進めるフローチャート、認めなければ何もない最後、こっち系の〇〇診断とかってね、自分のいいところ悪いところを認めて進めていかないと全然違う結果になっちゃうじゃないですか。そのイエスに進むかノーに進むか、生と濁のリブラはどちらに触れる、神のみぞ知るという歌詞があるんですけど、まあ生と濁は善と悪って意味もあるみたいなので、一気なのか違う人なのかその目線はちょっとわからないんですけど、善と悪の2つの道で迷うシーンが出てくることがまあイメージできると思うんですけど、17話の展開で当てはめると、一気はフェーズ3のデッドマンを救いたいと思っていて、助ける術として特訓が必要となるわけじゃないですか。この敵であるデッドマンを救うという行為が、救った先にさらにまたこう悪を生む、強くしてしまう可能性もあるので、これはやってみないとわからないことでもあるから、どっちに転ぶかはやってみないとわからない、神の溝知るっていうことだと思うんですよね。でポイントは次の歌詞なんですよ。これです。戻る過去さえ奪われたこの世界で、そうなんですよね、もう奪われ始めてるんですよね過去が。一気のね4話と10話であったこのシーンなんですけど、一気の過去がどんどん奪われ消えていってるんですよね。でもこの消えかけていることを知った一気はどうするのかということですよ。それが次の歌詞です。嘆くよりも新しいフェーズに進め、ここで諦めるな、受け入れて自分を突破なのか打開なのか解明なのかちょっとこれは分かんないんですけど、俺消えるんやとか、前の動画で話したんですけど、一気死んでいる説がもし当たってたとして、自分は死んでいる存在だとしても、まあ嘆くよりも次の段階に突き進んでくれる一気がねイメージできるじゃないですか。で次の歌詞が結構意味深で、手なずけてみろ制御不能の力、
これ一騎がまた新たな力をね手に入れることを示唆してるんじゃないかなと思うんですよね。01であればメタルクラスターホッパーで、セイバーであればプリミティブドラゴンのようにリバイスでもね暴走フォームが来るのはほぼ確定かなとこれを見て、思いました。バイスはすでに手なずけているという感じがもうしているので、これも前話したんですけど、ギフ様が一気に入ることで、オープニングのねあの闇一気みたいなになって、一気を乗っ取り暴走モードになるというふうに思ってて、最終的には制御不能なギフ様の力まで手なずけちゃうんじゃないかなというふうに思ったんですよね。でこの手なずけた先に何が待っているのか、手なずけることは善なのか悪なのか、ここもね結構ポイントになってきそうな気がしています。これも本当に神のみぞ知るってことだと思います。そして次がですね、1番と2番でちょっとだけ変わっている歌詞なんですけど、1番では真に戦うべきものは何なんですけど、2番では真に戦うべきものは誰と何と誰に変わってるんですよね。一章では戦うべきものは、デッドマンズというね組織でしたが、2章では誰ってことなんで、組織と戦うのではなくて個人と戦うという展開に、ね、なっていきそうな気がしております。それがオルテカなのか、アギレラなのか、ギフ様なのか、それともニヤニヤチャンネル。そして最後のこのラスト、気になる歌詞があるんですけど、ノースクーな、何これって感じなんですよね。これはね調べてみたんですけど、日本語ではねないっぽいんですよね。あのノーじゃなくてスクーはあるんですよね。でこのクーは、ひらがなでしか出てこなかったんですよ。この漢字の食べるという漢字で、検索してみても出てこなかったんですけど、スをクーっていうか、ひらがなのクーで検索すると出てきまして、これはですね、鳥などが巣を作って住むっていう意味と、人が集まって住む、たまりにする、多く好ましくないものやその仲間がたむろすることを言うっていうふうに書いておりまして、脳みそに好ましくないものたちが住み着いているってことなんですかね。脳にってことじゃないにしても、悪魔を複数所有するというパターンはこの歌詞からもそういう展開が来そうやなっていうのがね連想できますよね。僕がまあ教える説は、バイスは一気の悪魔じゃない説と、バイスはギフと双子説を推しているので、どうしてもねこの歌詞見てもそっちに引っ張られちゃうんですよね。このあの手なずけてみろ、制御不能の力とかもですね、ギフ様が一気の中に入るとか、完全に僕の考察はさっき言った2つの説に引っ張られがちなので、ぜひ皆さんの意見もコメントでね教えてほしいんですよね。であとこれ歌詞だけじゃなくて、まあ PV あるじゃないですか、 MV っていうんですかね、今はを見てても、あれこれちょっと1番2番ラストで演出の仕方が違うなというのにちょっと気づきまして、それがですね、1番ではダイスさんと木村昴さんが一緒に映るシーンっていうのはね一切なくて、ダイスさんがここで映ったり5人でのダンスシーンがあって、木村さんは全部ソロなんですよね。そして序盤は全部背景が白なんですけど、サビに向かうにつれて黒背景のシーンも増えてくるっていう感じなんですよね。これを本編と無理やり当てはめてみると、ダイスさんが一気、木村さんがバイスやと思ってみると、1番はいい感じのカット割りで進んでるんですけど、1章の終わりに向けて物語にも黒い部分が見えてきたじゃないですか。一気が写真から消えたり、ヒロミの体がやばかったりとか、で最後の16話では元太に心臓がないとか、牛島家の地下室とか、いろいろね黒い部分が多くなってきて、これもうまいことリンクされてるような気がするんですよね。で2番の入りは背景真っ黒で、1番とは全く違う印象なんですよね。で、1番と違うのがですね、ダイスさんと木村さんが一緒に映るシーンがここで初めて出てくるんですけど、見事に対立してるような感じなんですよね。なのでこれも17話以降の展開を予想してみると、一気とバイスが対立することを示唆しているのかなというふうにも受け取れると思うんですよね。そしてラストはどうなっているのかというと、黒と白の背景が見事なまでに半々ぐらいで、ダイスさんと、木村昴さんがですね一緒に映るシーンでは、ダイスさんが木村さんを囲む感じで踊ってるんですよね。
1番では白が基調とされてて、2番では黒が基調とされてて、でラストでは半々ってことで、まあ白か黒かはっきりさせる必要はなく、グレーでもいいんじゃない、白にもいいところがある、黒にもいいところがあるっていうようなメッセージ性をねすごく感じたんですよね。でこの木村すばるさんを囲んでバイスの方たちが踊っているっていうのはですね、これは結構序盤から、予想されておりました。仮面ライダーリヴァイと仮面ライダーバイスが今は1人で2人の仮面ライダーから、まあ、最終フォームでは1人になって仮面ライダーリヴァイスになるっていうねツイッターとかで、見ててこういう予想とか、考察をしてる方って結構多かったんですけど、それを思わせるような構図だったんですよね。ダイスさんと木村すばるさんが一つのチームになっているっていう感じがするので、まあ、歌詞だけではなくて MV の演出もリヴァイスの今後の展開であったりを示唆しているんじゃないかなというふうに思いました。ということで本日は以上でございます。またね、仮面ライダーリヴァイスの気になる謎や疑問な点などあればどんどんコメントをお待ちしております。皆様の疑問や謎を取り上げて勝手に深掘りしていきたいなとも思っております。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほな。本日の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか。ああ、そうですか、よかったです。ということでですね、まだ高評価をしていない方はぜひ高評価を押していただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。また明日も楽しんでいきましょう。それではバイバイ。